3日間で仕上げられる曲3曲洋楽用意させていただきました。なんで本当ほぼ洋楽なんで歌詞覚えてないです。ちょっとスマホを持って歌うことをちょっとお許しください。分かってる人歌ってください。お願いします。ちの早引きはしません。ちょっとスイープもしません。もうテルホー、ギターテルホーですけど、テルホーもう3日前にダメ元でちょっと入ってくんねって言ったら OK もらって、シーン電話したらいいよ3日で仕上げて、さっき1時間前に初めてあのスタジオ入って練習したんで、ちょっと本当にあの出来はちょっとあの多めに見てください。本当にお願いします。本当にまだちょっと治らないのがあるんですけど、少々お待ち欲しいんですけれども、本当なんでこんな洋楽楽しんだろうね。覚えるのが難しいなんかそう、あの全然覚えられないわ。そうなんですよ、楽器が2日3日でできんだろうって思ったら歌詞覚えらんねえけど、全く気づかなくて本当にで、あの本当に MC20 分ぐらいつけて歌詞覚えるパートが欲しいぐらいだったんですけど、あそれ MC20 分いいですか、あの歌詞覚えるんでつって、あともずっと MC に繋ぐぐらいの勢いでやってもいいかなとか思って、今だんだん歌詞覚えるタイムなので、ちょっと本当にすいません、お願いします。無理、絶対覚えらんない絶対無理な、覚えらんない。電車でずっと頭抱えてたんで、これがちょっとお目に見てやってください。すいません、本当に。Next time, casual zone.
Oh,
ラストここで数時間前に入ることが決まりました。スペシャルゲストを呼びます。貝野瀬裕太くん、次ラストです。最後みんな盛り上げてください。お願いします。Hysteria!